ビーガンホテルに泊まりに来ています。ここでの食事は全部ビーガンで、お部屋の家具とかも全部ビーガンです。朝には 100% ビーガンのビュッフェもついてます。ここには豚と犬も住んでいて、賑やかなホテルです。このワンちゃんたちはマヨルカ島に昔からいる犬の種類と他の種類が混ざった雑種の犬です。捨てられているところを発見されて、このホテルで育てることになりました。豚のトゥルーディとタイソンは農場から救出されてきたそうです。なのでそのままそこにいたら食べ物になってしまうところでした。このチーズとサラミもビーガンです。牛乳はなくてアーモンドミルクか、豆乳です。こんな風にして犬と遊びながら、しかもビーガンの朝食を食べられる、本当にとっても幸せな時間でした。このホテルのオーナーさんはドイツ人のヴィーガンのカップルです。このオーナーさんとお話しする機会があって、でもビデオには撮ることができませんでした。ただこのお話をビデオでシェアしてもいいよって言ってくださったので、少しお話したいと思います。このドイツ人の女性のオーナーさんの娘さんはまだ小さかった時に数年前亡くなってしまいました。自分の子供を亡くしてしまうという想像できないほど辛い思いをされていた彼女、そんな時にたまたま目にした映像が乳牛として育てられている母親牛の映像でした。皆さんはどうやって牛乳ができているかご存知ですか？牛は人間や他の哺乳類と同じで、妊娠していないと牛乳を作り出すことができません。なので牛は人間の手によって人工授精させられて人工妊娠します。長い妊娠の期間を経てやっと出産したと思ったら、生まれたばかりの子牛はすぐに人間の手によって連れ去られてしまいます。なんでだと思いますか？母親の牛から出る牛乳はその子のためのものではないからです。人間が商品として売ってお金にするためのものだからです。子供の牛がオスだった場合はすぐに殺されて子牛の肉として売られますし、メスだった場合はお母さんと同じ運命をたどって乳牛として育てられます。母親の牛と子供の牛が引き離されるというのはどちらにとっても精神的にとっても苦痛なことです。母親の牛は子供が連れ去られた方角を見ながら、何度も何度も何日間もの間全力で泣き叫び続けます。このドイツ人の彼女は自分のお子さんを亡くしてしまうという大変辛い思いをされた後にこの映像を見ました。子供を思って叫んでいる母親の気持ちが痛いほどよく分かったと言っていました。彼女はもともとベジタリアンだったので、もうお肉とかお魚は食べていなかったんですけれども、それだけでは足りない。乳製品を消費することによってこのような苦しみを作り出してしまっているんだ、もうこんなことには加担したくないと強く思い、ヴィーガンになったそうです。ヴィーガンになった彼女はどうやったらヴィーガニズムを広めることができるんだろうと考えた結果、もともと得意だった料理を使って
美味しいヴィーガン料理を皆様にホテルで提供することによってヴィーガニズムを広めたいという思いからホテルを始めたそうです。ここのホテルの素晴らしいところは、美味しいヴィーガン料理だけではなくて可愛い動物と触れ合うこともできるところです。このホテルにはヴィーガンの方だけではなくて、肉を食べる肉食の方も泊まりに来たことがあるそうです。その方は自分の膝にまだちっちゃかった豚のトゥルーディを乗せて撫でながら、初めてこれまで食べてきたお肉と自分の膝の上にいる可愛いいろんな感情を持った豚という2つが頭の中でコネクトして泣いてしまったそうです。ほとんどの文化では小さい時から犬は可愛いペット、豚は食べ物というふうに分けて考えるように育てられているので、このように可愛い豚と間近で触れ合うことによって、豚も犬と違いがなくていろんな感情がある動物なんだということを教えてくれる素敵なホテルです。ドイツ人のこの彼女にとっては、このホテルこそが彼女のヴィーガンアクティビズムの場だとおっしゃっていました。このホテルから歩いて30分ぐらいの距離にある町には、なんとヴィーガンフェアも開催されていました。食べ物だけではなくてゼロウェイストグッズもたくさん売っていましたし、アノニマス・フォー・ザ・ボイスレスとかの動物の権利を訴えるアクティビストのブースもあったりして、かなりいろんな面からヴィーガニズムを紹介していて、とっても充実したフェアでした。他に訪れたヴィーガンのカフェでも、このように一見プラスチックに見えますが、実は生分解性のプラスチックに入ったお菓子などもありました。そしてなんとマヨルカ島の一番大きいパルマという町には 100% ヴィーガンのスーパーもありました。ここもまた食べ物だけではなく、動物の権利についての子供用の絵本なども売っていました。ヴィーガンチーズとか、ヴィーガン用の肉の代用品とか、卵の代用品とか、本当にいろんなものが売ってました。ゼロウェイスト、プラスチックフリーを目指している人にはとっても嬉しい、こういう量り売りの商品も充実していました。このホテルは毎日違う国のテーマで料理を作っています。私たちの日はイタリアンナイトでした。夕飯を食べている時も周りにワンちゃんとか豚が歩いていて、本当楽しい時間でした。そしてお料理も本当に美味しかったです。ヴィーガンの方もそうじゃない方も、動物好きの方もとっても素敵なホテルなのでぜひ次にスペインマヨルカ島に行く機会があれば行ってみてください。ホテルの詳細は下に載せておきます。バイ。